劉備軍は軍師孔明の気略もあって宗人率いる軍勢を退けた。しかし北方を平定し孔子の憂いをなくした曹操がその矛先を南へ向けるであろうことは誰の目にも明らかだった。慶州に暗雲が忍び寄っていた。それでは表情を開きましょう。よし、みんな意見を言ってくれ。圧倒的に優勢な曹操軍は我が軍に油断しているはず。そこを突きます。敵の前線基地となる城を奇襲して蓄えている物資を奪いましょう。世の乱れのせいか人食い虎がこの辺りをうろついている。そんな物騒な虎はこの清流円月塔のサビにしてくれる。訓練をしようぜ、訓練を。とにかく戦は鍛えられてる方が勝つんだ。劉備殿、どの策を取るかお決めください。よし、決めた。この案で行こう。はい。敵城への奇襲を成功させ、物資のみ奪ってまいりました。曹操は天下を平定すべく全軍を率いて巨匠を立った。曹操軍迫るの知らせに劉表軍は戦わずして崩壊、慶州は大混乱に陥った。劉備軍は圧倒的な曹操軍に当たるすべなく体勢を立て直すべく下降を目指した。しかし勢いに乗る曹操軍は劉備軍をはるかにしのぐ速度で追撃してきた。勝っても勝っても曹操の勢力は大きくなる。天があやつに味方しているとしか思えん。黙れ、関羽。勝つためなら罪もない民を平気で犠牲にする。あんな冷血感に天命があってたまるか。しかし我らは趙雲にも見放されたんだぞ。関帝国の再興など元より願い下げだ。あなたは朝鮮殿のことしか頭にない。共には歩めません。大変だぜ。美山城と孔明が俺たちを見限りやがった。孔明と美山城が敵陣へ向かっていくのを見た者がいるんだ。美山城まで。おい、お前たちも俺なんか捨てて曹操軍に行ってくれ。さぞや曹操も喜ぶだろう。兄か！桃園の誓いを忘れたのか。あの日、桃の花がいっぱいの林で俺たちを兄弟にしてくれと。生まれた月日は異なるが、俺たち三人死ぬ時は同じ日、同じ時を願う。誰も相手にしない山賊上がりの俺たちを、あの日から俺は兄者のためなら何でもするって決めたんだ。たとえこの世のみんなが見捨てたって、俺は兄貴から離れねえ。分かった分かった、泣くなって。こっちまでグッと来るじゃないか。兄貴だ。よし、軍議を始めよう。偵察隊の報告によれば敵の布陣はこうなって、
今曹操の大軍とまともに戦ってもかしめはねえ。趙範派より南は孫権殿の勢力だ。なんとかそこまで逃げ込もうぜ。この戦い、兄貴がここまで逃げられりゃ俺たちの勝ち、兄貴の部隊が敗走すりゃ俺たちの負けだ。なるほど。何か良い作戦はあるか。俺の作戦を聞いてくれ。奴らの通りそうな場所を俺たちで守る。兄貴は俺が守る橋を渡って逃げてくる。兄者のことは俺に任せろ。俺が守る谷間を抜けるのが一番の近道だ。敵は騎馬隊が多いと聞く。急いだ方が良い。劉備、逃げるなら絶対に私のとこよ。万弾雷と私の伏兵で絶対敵を食い止めるよ。兄貴、作戦を決めてくれ。この作戦で戦おう。みんな、行くぞ。また兵が脱走したと。敵の脅迫に怯え我が軍を去る者が後を絶ちません。曹操め、卑怯な真似を。遅れずについてこい。容赦しないよ。
妃様、叩き切ってくれ。
最強の突撃見せてやる。これは曹操の。お前一人で切り込んだのか。敵の妖術師に阻まれ首は取れませんでしたが、これで少しは信用してもらえましたか。お前ってやつは。では舞台の指揮を取らねばならないので失礼。黙る超貴様とは俺のことだ。
しめそうな奴はおらんのか。一旦引くぞ。戻ってみればこの有様かい。私がいなきゃダメね。
じゃんじゃ勝ち時だ。負けたか。逃げなくては。天下か来風水さん。
に遅れんじゃねえぞ。おっしゃ、勝利の高盛りで、なんと不甲斐ないのだ我が軍は。よし、勝ったぞ、勝ち時だ。もうムッカつくわね。
そう。私に力を。皆の者、父上の弔い合戦だ。遅れを取るな。もしかして暴れてるだけじゃ勝てねえのか。
れのせがれか。来い張飛か。その首父の霊前に備えさせてもらうぞ。Thank you.
まさか拙者が負けるとは。
私の方が胸はでかいみたいだね。この私に勝てる者などおりません。この借りは必ず返すぞ。どきな、まだこの気を使いないのかい。Thank you.
行きましょう。いないのだ。
敵とは暴れ者は哲学What?
私を楽しませてくれる奴はいないのかい？あなた、私の好みじゃないのよね。おっしゃ、勝利の酒盛りだ。いやすぐ逃げるわよ。
Thank you.
命を預けてくれ。この私に勝てる者などおりません。向かった。Thank you.
敵の追撃を振り切りました。ここまで来ればもう安心です。朝鮮を取り戻すまで俺は戦い続ける。兄ちゃん、なんとか逃げおせましたな。ああ、このまま河口に行って体勢を立て直そう。あれは？合戦の勝利により我が軍の戦力が増強されました。ところで劉備殿、私の義兄弟鳳と、それに百人力の弓の名手甲冑殿が我が軍に参加します。ほうとうです。志望は天下一と自負してやすい。甲冑と申します。じゃ我が働きご期待くだされよ。奴に天命などありはしない。俺が証明する。もういいの、やめて。長子は船で埋め尽くされている。曹操は次の戦いにかけているの。あなたたちを滅ぼすって。お願い逃げて。朝鮮、お前も船に乗っているのか。答えてくれ朝鮮。